川津市は中華人民共和国山西省雲城市に位置する研究市。川川が黄河に交流する地点にある。黄河の対岸には先制省環城市が広がっている。川津市域内の地勢は平坦で、川川の両岸はその中でも低地となっている。年平均気温は13度、降水量は502ミ、mm、リメートル。春秋時代には高都省市、新国に属した。 全221年、新町により設置された川岸県を前身とする。南北町時代になると446年、北儀により流門県、1120年には宋代により高賀の主要な港であったことから川津県と解消された。1958年に廃止され、紀々山形に編入されたが、1962年に再設置された。 1994年に研究史に昇格し、川津市と改変、現在に至る。農業は小麦、綿花、リンゴ、落花生などが主産品である。工業では石炭の埋蔵量が多く、周辺ではアルミニウムも産する。また水源も豊富なため、アジア最大級の酸化アルミニウム工場であり中国、行港市に属している山西省が立地する。 また130万キロワットの発電量を誇る、河津発電所もあるため、電解アルミニウムの生産を行う条件も揃っており、アルミを中心としたコンビナートが形成されている。このほか、製鉄、コークス、建築などの工業も立地している。ありがとうございます。